はいどうも、しおみんです。ちょっと画角がおかしいな。よいしょ、ちょっと直すか。こんな感じ。はいどうも、しおみんです。今日今動画を回してんのはですね、この回送ドライバーをやってるとですね、ギャラ以外にちょっとですね、せこいですけど、こんな、収益というかお小遣いの稼ぎ方の方法もあるよというのをですね、ちょっと3つぐらいですね、お伝えできればと思って動画回しております。それでは参ります。一つ目はですね、これ一般の方も使えると思うんですけど、ETC にですね、 ETC マイレージっていうのがついてるんですね。5万円分を使えば5000円分は返ってくるんですよね。これ結構ね、使えるんすよ。僕らもよく使ってるというか、やってます。一番ね、繁忙期でね、やっぱりね、高速代を月5万円ぐらい使うことがあったんすよね。そうするとですね、まあ5万円高速代使ったら、会社からやっぱり5万円お金は返ってくるんですけど、そのマイレージで貯めた5000円分っていうのは、これはもう個人のギャラというかになるので、5000円分浮いたりします。ですので、普通のギャラプラスそういう5000円のキャッシュバックみたいな感じがあるのが、これもちょっと素敵なものかなと思っております。一般の方でも使えるんで、もし車乗って ETC とか使ってはってですね、ご存じない方はですね、ぜひググっていただいて ETC マイレージぜひ入ってください。結構お得な感じになると思います。はい、2つ目はですね、我々はですね、大体ですね、立て替えすること多いですよね。一番多いのはガソリン代ですわ。はい、ガソリン代とかを立て替えした時にですね、僕は大体カードでこう切るんですけど、カードで切っちゃうとですね、普通のカードでも多分 1% ぐらいはポイントで戻ってくると思うんですよね。まあ要するにガソリンを入れることによってのポイント活用、ポイ活ですわ。 T カードとかですね、 T ポイントとかですね、 T ポイントプラスカードのポイントみたいな形で、まあ、大体20ドリ30ドリができるんで、いい感じだと思うんですね。大型とかね、乗ってる人ね、今日もやってましたけど、やっぱり一発給油したら2万円とかなるんですよね。で、2万円とかの給油になるとですね、それなりのやっぱりポイントが戻ってくると思うんで、いい感じかなと思います。3つ目なんですけど、3つ目はですね、よくね、最後にね、オフっていうのをするんですよね。するっていうか、どこどこで今回業務終了ってやつがあって、その業務終了の時にですね、大体、向こう持ちなんて会社持ちなんで、できるだけ自宅に近いところでオフしようと会社はするんですけど、どうしてもそういうことができない場合は遠いところでオフになることもあります。僕でしたらやっぱり一番遠いのは東京でオフとかっていうのがありましたね。まあでね、僕ら関西におって、名古屋よりも東側でオフになると、まあ大概は、新幹線代が出るわけなんですね。一番多いのはね、やっぱりね、名古屋でオフっていうのが結構あって、その名古屋ぐらいでオフになると新幹線代が出る場合が多いです。ってなるとね、ちょっと今調べたんですけど、名古屋オフで、例えば名古屋から新大阪まで行くんやったら、まあ、自由席で5940円なんですね。で、5940円もらえるんであれば、違う交通手段で帰る人も結構いらっしゃいますね。まあ本当に、オフした時間でギリギリ次の予定が入ってるとかであれば、こういう手は使えないんですけど、
一番多いのが例えば、火の鳥で帰る。火の鳥が南部まで行くのであれば4540円で普通の料金で行きます。プレミアムでもね5240円ですね、はい。まあ、火の鳥やったらそんな値段です。で、僕高槻なんで名古屋から高速バスとか出てるんですね、高速バスで、名古屋、京都間であれば2600円で帰れるんですよ。で、京都から JR 乗って高槻まで帰って400円なんで3000円、新幹線に比べたら5960円だかな、5900円ぐらい出て3000円で帰ると約まあ3000円弱、2900円ぐらいを、浮かせれるというような計算をして戻してたりします。はい、すいません、三つともせこいことですけど、地にも積もれば山となるっていうような感じもありますし、はい、いろいろなところで、使えるんじゃないかな、使えるってことはないか、こんな感じでですね、収入も得ているといったところはお伝えできればと思っております。それではまた違う動画でもお会いしましょう。さようなら。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、もう一個ありました、おまけ。僕はこれ多分ねやってる人はねあんまりいないと思うんですけど、僕はやってるんですよ。今このカメラ撮ってるやつって大体ねいつも稼働してる時は持って行ってるんですよ。で、駅の写真をね僕撮ってます。晴れてる日はほとんどオンライン上のいろいろ写真をね販売してるサイトがあるんですけど、そこに登録してます。何を狙ってるかというと、例えばね不動産のチラシ作ってる会社とかあるじゃないですか。で、不動産のチラシを作ってるけど必ずしもその不動産のマンションとかねその近くに住んでるとは絶対限らなくて、例えば大阪で言えばどこやろうな、滋賀県の守山にマンションが建つのに、そこのパンフレットを作ってる会社が大阪の例えば梅田にあったりするじゃないですか。そしたらそうわざわざそこまで撮りに行くっていう、写真を撮りに行くとかカメラマン手配するってすごいお金かかると思ってて、でも駅前の写真は絶対に欲しいはずかなと思ってます、まあ、その写真をですねお互いウィンウィンの関係で提供できるようにいろんな駅の写真を撮ってあげたら売り上げ上がるかなと思ってぼちぼちやってます。それは結構ね月数千円とかの単位ですけど、今何本かはぼちぼち売れてます。はい、レンタカー改装の間で何ができるかって考えていくと結構ね、いろんなことができるんじゃないかなと思ったりもします。はい、これ、おまけの情報でした。それでは。